はい、センイグスュ中華のビラインターャ冊出番ですよの時間となりました。時計の針は11時もありまして、7月の29日木曜日、旧暦、内野区弓では6月の18日となりました。はい、網ですね、皆さん。はっしゃみをこう時折降るわ。なあ、台風ね、えー、そんな感じがするわけなんですけどもね。え、そう台風みたいな感じとていうと、あれですけど、台風が来ないですね、この夏は。はあ 一体どうなって本当にこう異常気象なんでしょうかね、えー、本当に台風この前なんか台風3号だったかな発生しましたっていうこと新聞載っておりましたけどね、えー、その後どっかこうどっかに行っていなくなって、えー、現在台風は発生しており,おりませんっていうのが表示出ておりましたけれどもこの台風ねえー、秋に来るのかな、えー、いろいろねこう天候の問題があってなかなかこう 発生しにくいというような,、えー、なんかこう南太平洋ですか、えー、フィリピンとかあの辺がね高温になっているとか,なんかそんな話も聞きましたけれどもん台風が来ないとなると,ちょっと農作物に、ね、やっぱ影響も時よりあるのではないのかなと思ったりもしますけれどもうん、まあ、いずれにしても、まあ、本当に晴れてほしいですよね。せっかく高校総体こんなんたくさんの方々が全国から集まってきているのに、ね、ちょっと心配なんですが読谷村もですね えー、8月の6日から、えー、開催されるということでね、えー、今朝ほどです、ねえー、実はここで訂正を、ね、させていただきます。 朝の番組の中で開会式を8月の5日木曜日というふうにご案内させていただきましたがこれは8月6日午後5時の金曜日のですね謝りでございましたお詫びして訂正させていただきますご了承くださいというわけでありましてですね高校総体もねたくさんの方々が活躍しております予備団でもまたね子どもたち頑張っていただけると思いますのでそういう応援もね私たちもやっていこうと思いますのでよろしくお願いをしたいと思いますそれで ではまた1時間今日もですね番組頑張って参りたいと思いますのでお付き合いくださいお相手はナクセンともはですゆたしくおにぎりさら さあお送りしていきますゆんたんじゃ出番ですでよ今日もですねゲストを迎えての1時間ということで、えー、番組をですねやっていきたいと思いますがまあしかしよく降りますよね本当にこんな時はねあんまり外に出たくないなという感じはしないでもないんですけどもね。 また今日はね、ちょこ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 出る機会も私も多いもんですから、こんなに限って雨なんていうと、本当に憂鬱になったりしますが、まあ、番組はです、ね、楽しくやっていきたいなと思いますので、よろししくお願いします今日はですね、早速ですけども、ゲストをお迎えしておりますから、ご紹介していきたいと思います。レストラン待機からお知らせな遠い便、開店 <laughs> 時間は11時になりました。<laughs> <laughs> ありがとうございます。はい、もう皆さんご存知の通り、えー、かかずみちいこさんっていう名前はね見たことあるとかいう方、しかもこの声は、えー、聞いたことがあるという,ふうに言った方がいいかもしれませんけれども、えー、私どもですね10時のこの番組のですね直前の告知報で流れております、えー、紫村さんのですねレストラン待機の声をね出しております、えー、かかずみちいこさんです。こんにちは。はい、こんにちは。ちはよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい。かかずさん。はい。 あの声を聞いてるだけでは、はい、定芸おじいが喋ってるのかなという感じでしたけれどもそうですよねめちゃくちゃ若いですね実は若いんです <laughs> <laughs> お,おかしいですよねあえてああいう声を出すっていうね <laughs> なんからいろんな声を出すんですかそうですね、うん、あのまあおじいの役も多いといえば多いですがなるほど <laughs> ね今ねお話がありましたおじいの役も多いそうかかずみちこさん若手、ね、舞踊家ということで最近はもう、はい もうこのメディア界でもひっきりなしにいろんな番組出てるんじゃないですか。いやいやいや、そんなことはないですけど、<laughs> もうね、いや実はあの何をされている方なのかということをまず詳しくご本人から自己紹介していただきたいんですけれども、はい、うん、そうですね、はい、えっと何をされているか,ですか <laughs> 何をされているか琉球芸能。琉球芸能 あの<ー>琉球舞踊、はい、組踊り、沖縄、はい、芝居など、うん、まあいろんな琉球芸能を勉強しつつ、うん、舞台の方に立たせて,もらっています、はい、すごいですよねいろんなそういう、まあ、特に組踊りとかになってくると必ず名前が出てくるんじゃないかと言われるぐらい。はい もうあっちこっちでこう名前を拝見したりするわけなんですけども実は、はい、あの今日このスタジオに来ていただいたきっかけっていうのは、はい、まあ先ほども地方のね紫村さんのお声を、ね、担当されてるということありましたが、うんはい、先日紫村、えー、ホテル紫村がね,、はいねえー、オープンということもありましてその、はいえー、祝賀会において、はい、踊りを披露してくださって。はいはいはい 怖いですね。ああいうことはこう普通にえ演じて普通に演じてというかこう何でもないかのようにこうバチッと踊ってですよ。で終わった後普通にえまた出てきてですね。<laughs> 何も緊張したやつさとかいう,ういうそういうもうないですね。やっぱれねい,やいや緊張しますよ。しますか？しますしますよ。怖いですよ物体は。やっぱりはい。ああ我々からするとねこうやっぱ堂々とされてるなと。提携 ちょっと年取ってる人かなと思って先ほど打ち合わせでお年聞きましたらなんとなんと落としっていいんですかいいですよごまかしてるとかないですか大丈夫本当ログインで本当本当ですから三十一歳三十一になりますでもこうやってこうよくよく見てるとあなんとなくが三十代まあ二十代にも見えるかなみたいなありますね喋らなければラジオは向いてないでしょラジてない 俺大体もう最初この前、こちらスタジオでる行の時にお会いしたときはいやいや40代ぐらいふけてけますよね <laughs> 写真だけで見た方がいいのかもしれないですね。<laughs> <laughs> なるほどね。まあ、そして、それでかかずいち子さん <laughs>、はい、あの実は紫村,崎村の,、ね、あの奥さんが、ねはい、国吉社長の娘さんだろということがありましてね縁故、はいはい、関係ということもあって、はい、まあこの前も踊っていただいたわけなんですけども、うん、えあ お子様もおめでになられます。ありがとうございます。やりがいがありますね。子供可愛いでしょ。可愛いですね。いいですね。もうもうね中学高校こなってくるとニたらしくなってきました現実に酔った話になりましたけどね。まあでもね、まだそれがねあのこうこう高校卒業する頃になるとね、またこうなんか親の立場を理解してくるっていうのかな。はい。 そういうのがあったりしますけどね。<ー>まあ子供の成長って面白いもんで。奥さんお一人はいそうですね。ねえー、本当にこう二人三名となってくるとね、あの不思議ですよ。同じ姿出てるつもりなのに、はい、全然違う性格<う>に変わってきますからね。<laughs> <laughs> あまあまあ子育ての話はまあ男2人で話しても全然申し訳ありませんからこの辺にしておきまして <laughs> <はい S 1> さてまあこう今日はかかずねえ道子さん来ていただきましたが最近でのまあ活動も本当にこういろいろとねえ伺っておりますがちょっと今日はまあ1時間ありますのでゆっくりですねお話を伺っていきたいと思いますがまず前半ですねまずこのかかず道子という方がですよあっそのようなの僕聞きたかったんですけどこのか,かず道子ってゲーム A ですか ええ、本本名。本名。かっこいいですね。そう、芸名みたいな名前じゃないですか。ええ。赤津ずみち、みちひこ、みちひこ。はあ、すっごいですね。本名です。中曽根ともあるって、全然芸名っぽくないですよね。いや、かっこいいです。お二人で、その本名やってる証明ですよ。あ、かずみちひこさん。まず、な、どういう、こう、なんか。普通に小学校、中学校出てきたんですよね。出ましたよ。どっかのこう、なんか。 偉いところに門下生として行って小さい頃から頑張ってるとかいつ頃からこの琉球舞踊っていうのをまずそもそもそういったお家の生まれでもなく普通の一般家庭の生まれなんですけれども、ね、<laughs> そうなんですか,、はい、か別に両親がやっているとかそういうのでもなく<ー>ただあのお,ばあがおばあちゃんが <laughs>、うん、あのとても芝居好きで。 見見るるののがが好好ききでおばあちゃんがですね見るのが好きで那覇の生まれなんですけど沖永本館とか前あった沖縄芝居のそこによく近いもんでおばあちゃんが一緒にちっちゃい時から連れて歩いていたというのがそのきっかけといいますか自分も好きになるまあ34歳ぐらいから見て周りの 子どもたちはテレビの戦隊レンジャーがヒーローなんですけどね、戦隊 <laughs> ヒーローとか僕の中では、真騎士高中がヒーローという、ちょっと変わっためっちゃ、ちょっとじゃないですよ、めちゃくちゃ変わってますよね。真騎士高中がヒーローでみたいな恐ろしい話ですけど、落ちちい芝居が自分の中の夢というか、<laughs> うん、すごいーー。じゃあ、れでですね、あるでしょその気持ちなんとなくわかります僕もね。中学校の時 あの土曜日になると、はい。 あの沖縄の歌と踊りっていうのがあはいはいはい NHK ねそうそうそうあれをね見るのが楽しみでしたねそうなんですよいつももあのこのこれと京都劇場やっぱりそうそう京都劇場ねそうそうそうあ結構どうして大丈夫ないですかコンいや違うと思うんですよなんでそこ逃げるんですかいやでもねあのそいね京都劇場とか結構僕もねよく見てましたよそうですねそしてまああの家で真似をするように真似事をしてなるほど遊ぶようになったもので両親の方がじゃまず留部研究所にで も、あの連れて行ってみたらということで。はい、あの宮城流の、うん、宮城農場先生のお稽古場に4歳の頃え、4歳、はい、はあじゃあやっぱり結構早かったんですね。その才能はただもちっちゃいもので、向こうもまずは遊ばせておきなさいと <laughs> なな。と教えるというよりもまずは連れてきて遊ばせてごらんというのから始まりまして。そこからやっぱり。 好きだったんでしょうねうん、うん、あの3曜びま、ね、でずっと続けてきましたというのがきっかけですかねで本来の今お話の中でね、はい、ありましたけども組踊りっていうのがもうちょっとこう みいいことえばも組踊りみたいな感じで代名詞的な形になってきたわけなんですけどもしかもまあ創作という部分もついたりとか最近はねよく耳にしたりしますがこの組踊りの世界に入るようなとうまあ琉球舞踊とかとほら全然違いますでしょ劇の部分じゃないですか組踊りは僕は 基本的に好きでなかったんです。あの、うちの芝居のファンでして、まさに踏み踊りというのは眠くなるものだし、意味もわからないし、というイメージがずっと強くて、ただ子役で出たことはあるんですけれども、やっぱり見ていて、あまり興味のないものま踊りが好きなんですね。ただね。芝居と踊りが好きで続けてきてで大学で。 県立芸大に入学しましまて、はい、そしたらそこではどうしても嫌でも組踊りの授業というのがあるんですね。るなるほど僕は琉球舞踊を習いにたたかったんですそこで出てきたこの組踊り避けて通れないものですから <laughs> やろうかというふうに始まったんですが、ねうんうん、そこからが組踊りに目覚めるスタート地点ですね。結構じゃまだちょっとなんか 浅いんですね。浅いですよ。ああ、なんか小さい頃からこの組踊りに対してそういう思いがあってっていうわけではないんだいやいや。全然思いがなかったですね。<laughs> なかったんだ。はい、<laughs> なるほどね。いやでもその大学の頃からすると今三十ですからまあ本当に十年もないぐらいですか。すねはい、じゃあまあ約十年ぐらいですね。ああなるほど。いやでもそんな中でこの組踊りって結構ある意味そのね。 琉球芸能界の中においても、うん、ちょっとこうニッチな部分って言ったらおかしいですけれども、ね、本当にあまりそこを目指そうっていう人はいないですよね。うん、そうですねちょっと自分もそうだったんですけどやっぱりあの理解しづらいとっつきにくいそう触りにくいものだったんです,ね、うん、ですよね。はい、そもそも組踊りっていうのは、はい、あの舞台芸とはちょっと芸とちょと舞台劇とは違う。 踊りはですね歴史的に言うと琉球王朝時代に中国から来る札幌市というお客様をですね外国から来るお客様をおもてなしするために作られた演劇古典劇の一つとして誕生したものなんですが。これは サップしとかこう中国から来たいとは理解できたんですかね、うん。ですからね今でもよく組み踊り聞いても意味わからん人っている方いっぱいいるんですけど、うん、そもそも意味わからすために作ったものではないというか、うん、外国のお客さんに見せるものなのでわ<ー>かるわけがないんですよね。よねうん、ただあのその当時しっかりとした解説があり、うん、またあの訳された解説本をお渡ししてお見せしていたというのが。 の記録が残っていますへ。面白いですね。ちょっと深くなりそうなんで、とりあえずですね、一旦コマーシャルをお届けして、それからさらに加川さんお話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。 お送りりしておりますインタンジャー出番ですよ。まあ昨日のゲストはヒップホップとかレゲエとかでしたけどね今日はもう全然違う感じでこう組み踊りの話をしてるわけなんですけどもねもう毎回毎回この番組もバラエティ豊富だなと思ったりしますわけだ。はいそんなわけでですね今日もですね、えー、お客様をお迎えしております。今日は若手、えー、舞踊家というふうに言われております。えー、まさにね 組踊りの話を今やってたわけなんですけども、かかずみちこさん、お迎えしておりますが。かかさん,、うん。はい。最近はどこを組踊りの話をこう、歴史的なもので。はいうん、まあ、そういう流れ。まあ、うん、組踊りって、我々もよく聞くのは、たまぐすく、とかいう名前をよく聞きます。けど、はいね、あの方は組踊りを作った方。作った方ですね。なるほど。はい、偉い人ですね。<laughs> ですね何にもないところから、こういうものを作るっていう。 よく作りましたねと思います <laughs> も。文字で言うと、踊りを組むと書きますよね。はいはい。それに語源的な、こう意味説明というのは、何か加えて、えっと。いろんな説があるんですけれども、<ー>ま組踊りというのはよく、三要素あると言われて,いて。い三要素。あの、はい、ま踊り。踊りもろん立ち振る舞いが踊りである。うん、で、そして、あの、音楽。 ええ、沖縄独特の三振を中心とした伴奏楽器含めた音楽そして「あの唱え」と言っていますが「セリフですね「沖縄独唱え」この3つを組み合わせてできた劇なるほど、ね、というところから「組み踊りと」と<ー>いろんなものを組み合わさってというい、うん、いろいろもあります言普通の,その舞台劇とはちょっと違う 大きく言うと演劇という捉え方をしてもらっていいと思うんですがどちらかというと分かりやすく言うと沖縄の,この当時琉球版のオペラとかまたミュージカルとか、ねうんはい、オペラミュージカルのようなシーンに歌がセリフ。それが今おっしゃった「都内というやつですね。音楽を乗せながら。セリフというのがこの普通 演劇だとお互いの「ぬうやんやかんやんや」やんやというのが落ちな芝居のセリフ的ですけれどもそうではなくてあのしっかりとした決まったメロディーに乗せて全部お話をしていく話をしていくというのが特徴的こののメロディーっってていうのは特に決まってるわけではないわけです。よね 決まっているんです。決まっているんですか。男の人はこのメロディーに乗せて、喋る。女の人はこういったメロディーに乗せて、唱える。で、なんかもう決め事がしっかりとあるんです。あ、そうなんですか。あ、なるほど。お、これちょっとまた、俺も、ちょっと額が増えたというか。ちょっと、チちぶになってきましたね。あ、なるほどね。え、じゃ、こう、オペラとか、そういう、まあ、あの、日本で。え、や、大和の国で言えば、こう、の、みたいな。ああいう感じのイメージ。 あの本土のこの能とか、うん、狂言歌舞伎なども、うん、当時この玉す九長君という方はしっかり勉強してきて<は>そういったのからもヒントを得て作られたというふうに言われているんですね。 じゃあ本当に沖縄版オペラそういうもの能とかそういうものを参考にして作られた本当に琉球独特なものなんだ、うんね、ストーリー自体はまたこの琉球各地にあった民話とかそういったものを用いられて作られているのでる本当に沖縄のオリジナルのオペラ劇劇、ね、古典劇ですねねなるほど、ねまあ、そういう加賀さんがそう、ね、組踊りみたいなものにこう。 さっきも勝手なこと言いましたけどニッチってすみませんでしたね。皆さん申し訳ありませんとか決してそういう意味で捉えたんじゃなくて一般庶民として私一般村民として組踊りっていうのはかなり接する機会がないなということでねお伝えさせていただきましたがラジオを聞いてる皆さんはいやいや組踊りはそんなことないよというかもしれませんからすみませんでしたお詫びしておきましょう。そんな組踊りも私もですね実は昨年でしたかね。の方で 安きなのほうですね五三丸という組踊りを何十年かぶりに復活させて村芝居をしたということで取材があったら行きましたら組踊りってあまり見る機会もないし面白いとも思ってなかったのでですね行ったら10分ぐらいで帰ろうかなって思ってたんですけど意外や意外楽しくてですねなんでこんな面白いことは こういうことができるんだろうかとかね思いながら結局最後までエンディングまでいましたね。面白かったですね。良かったですなんか独特のその今おっしゃるセリフ回しであったりとか動き。はいはい。なんかちょっと変わった動きをねするんですから。動き自体もあの通常の演劇とは違ってリアルな動きとかではなくてですねややこの型に沿ったというか。 式のそうですか、これちょっと今、せっかくですから、例えばどういうものを教えてもらえれば例えばですね、うちな芝居と比較してもらうと、うちな芝居ですと、読みたから始まって、首里に行くとなると、バックが読みたの幕から首里の幕に変わったりとそういうのがあったりしますけど、組み踊りの場合は非常に簡単なんです。立っているところから 一周回りました、うん、バック何も変わりませんが首里につきました、うん、だとかですねそういった舞台の使い方<ー>そういったのが非常にシンプルにというか<ー>このなるほど型で動きでやっていくというところが約束事と,として決まりなんだはい、それを言ったのがちょっとわからないとあれなぜ今読みたんだったのに首里になっているのというのが分かたりしますが、ね、ああそういうのでもそういうのこう見る前に教えてほしいですね。 そうですねそういったのが昔の方々はもうってるから知識として知っていたんでしょうが今はそこまではなかなかなる分からなかったですしね分からなかったですしやっぱり勉強してからこういうルールがあるんだみたいな分かるまでは始めるまではコミューティなんて全然興味もなかったんですが。 勉強していくうちにあ、うん、そういった約束事がいろんな決まりこの動かない中での面白さというのに<ー>あ非常に興味を持って、うん、今まで続けてきてきいる <laughs> やめられななでそういうの実際にこう真加賀さんなんかがね感じたこういうのを教え,教えた方がいいなっていうことをやっぱりこう実際にアクションとしてやってるんですか そうですね今あの国立劇場沖縄の舞台の方では「はい、あの組みゆど鑑賞教室」というのが年に何回かああの舞台でされていましてその中で、まあ、今度はあの8月7日に親子のための「組みゆど鑑賞教室」というのがあの行われるんですけれども<ー>そこではあの、まあ、僕の方が案内役として、うん、あのこういった組みゆどの楽しみ方見方約束事をですね、うん、まあ今回ごま 子供を中心としてですので、実際に子供。お舞台の方に上げてですね。あ国立劇場の。そう、組踊りなどを通して、<laughs> あまあ、遊びながら。<ー>あの、組踊りのそういった約束事を。あの、分かってもらって、うん、それから第二部では。組踊りに道吉うちを。実際に見てもらおうというような企画などが今されたりしています、ね。え、はい、なるほどね。いや、でも。小さい頃に、この組踊りって分かると。うん、あのー。 なんかこう入りやすさはあるはずですね,ですね知らないよりはねあのやっぱりそういったの分かった上で見るというのと、うん、ね自分たちも分からないままに子役でやっていたもので全然眠たいという記憶しか本当になくえ <laughs> 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 でもあの私も実は組踊り最初に組踊りっていうものを知ったのはあの高校の時でしたよ終身金入りというのね古典そうですね本かなあの

親の留守の間に男の人を止めるのは周りから何と言われるかと。親のロシアリバーとかね、この感じで高い声でね、はい、はい、そうです。覚え <laughs> そうそうてる覚えてる。ああそれをね、この最初の部分のセリフをね、うん、ずっと覚えて遊びで覚えてこうみんなの前でこう披露したりするのを楽しみにしてましたね。あ<ー>まあ、そこからあの 私も丘の一本松を演技をやることになりましてあれももう全部セリフを覚えてますからね結構だから好きだったら好きな先ほどの話でね共有したんですけどままああそこら辺置いといてその組み踊りもあのちょっと私もネットで加賀さんに見ましたらなんかあの終身金入りもなんか創作組み踊る中でなん逆さま終身金入りとかなんとかそんな話がちょっと出てきたんですけどあれは何ですか 大城達弘先生、芥川小作家の大城達弘先生の作品なんです。逆さま終身金入りという、あの新作組踊りを先生が書かれて。で、それが、えっと、去年ですかね。お年でした。去年でしたかね。あの国立劇場、沖縄の方で11月に上演されました。その時の演出をさせて。あ、そうか。はあ。最近は、こうじゃ、組踊りのこういう演出も。 うね、あの新しい組み踊りも今、どんどん出てきていますし、うんね、なんかコメントを見ますとあのこうとても今までの組み踊りと違う形で、うん、新しいこう形の組み踊りができて、うんえー、時代の,この今の若者たちに受け入れやすくなってきているんじゃないのかなというコメントもいくつかありましたけれども、うんはい、やっぱりそういうのは感じますかそうです、ね、実際自分自分身が どうしてもあの古典の組み踊りも勉強していく中で非常に魅力を感じているんですがやっぱりお客さんの立場としてはどうしても自分たちの世代となるとどうしてもこの古典の組み踊りにすぐとっつきにくいという。 方が多いので、うそういう面では新作の組み踊りで少し組み踊りを柔らかくして見やすく、うん、その組み踊りへの入り道を作った上でう、ね、そこからあの古典の組み踊りまで、うん、あの見てもらえたらな魅力を知ってもらえたらなという思いでまあ少し本当に葛藤なんですけどね、はい、ここまで崩していいのかここまで守るかというところがやっぱりあったりしますけどもどそうか、はい、今までの歴史上そういうことなかったからねそうなんですよね<ー>ただ今こういった時代になっているの うんうん、やはりあの残していきたいという思いからも少しは組み踊りを柔らかく見やすく親しみやすくしようという思いで今いろいろ新作組み踊りなどを取り上げています、ね、いやでも、ね、あのやっぱり時代に応じてやっぱりすべてのものは変化しつつそして残すべきもの、はいね、これから作り上げ残していくものっていうのは当然どんな、うんえー 時代にもあるべき姿だと思いますから、うん、そういう意味ではあのー、この時代にあった形で新しいまた若手の皆さん方が、えー、自分たちが残すべきものを残すためにはこういう手段も必要なんですね。うん、すねあるいは<の>手段として、ね、残すための手段としての審査が必要です、ね。うんね、はい、そういうものも本当にこうご苦労しながら、まあ、先ほどおっしゃってたように組み踊りのこうやね鑑賞前に案内役として組み踊りのいろんな先ほどのねルールみたいなものとかをお伝えしていただけることで、はいうん、やはり 見方がやっぱり変わるはずですから。ね、はい。はい、本当に嬉しいですね。そういうの、はい、ぜひこれからもあのこう組み踊り我々が見る機会をぜひね、うん、多く作っていきただいて。そうですね。で教えていただく機会もまた重ねて、はい、作っていただければなというふうに思うわけなんですけどね。はい、<laughs> まあそんな欠、えー、か,かずみ道こさんいろんなね活動をなされております。後半に続きます。 おお送りりしておりますすでではですよここで曲がね BGM が変わりましたがカカ、えー、さん、はい、これをちょっとご紹介していただきたいのです「てるてる楽団」という CD をお持ちになりましたそうなんですよ、うん、これはですね先週土日キジムラフェスタで応援したんですが、はい、音楽劇「てるてる」と言まして<ー>まああの子供のための児童劇音楽劇として作られているんですがうん、うん、まああのやや、まあ、沖縄の三振だとか、ええ、太鼓笛楽器入れてまた 劇もですね、うん、琉球舞踊、クミュードイなどのそういった要素も取り入れながら作った新しい音楽劇。まさに自由自在自自由自在の本当にあの初,歩の初歩の初歩の初歩向けという形で琉球芸能にとってはあの音楽劇、てるてるなんですがそれの音楽を集めた CD、てるてる、うん、が出ましたので今日お持ちしました。はい 頃はあのは日頃からそういう活動をなされているわけなんですか、てるてる楽団というそうですね、うん、あの皆さん、琉球舞踊をはじめ、うん、古典音楽なさっている方で,、はい、で,で音楽監督にはです、ね、あの八千文の那須茂樹さんを迎えましてこの方が音楽監督作曲をしましてですね<ー>で作品はあの富田恵さんの作・演出でされた音楽劇なんですね。 これじゃあキジブナフェスタのみで今はされて、はい。今後は今後はあの十一月には海外カメルーンに行く。まあ、カメルーン？カメルーン。カメルーンって聞なキタブからサッカーのカメルーン。ーーンそこに公演をしに行くわけですか？すごい。なんでまたカメルーン？ えっと、キジムフェスタなどでですね、よく海外からいろんな方がいらっしゃってそういったつながりができてへ素晴らしい今年来年とまたいろいろ海外での公演なども予定がされていますなるほどねーいやーそういう活動なされてる方々いらっしゃるんですね初めて知りました「てるてる楽団」って <laughs> ねこれ結構17曲ぐらい今入っていてはいえー えー、なんか劇のために作られたものでこう,そうです、ね、音楽 BJ みたいな、うん、ずっとじゃあ最初から最後までの全部入っています<は>セリフな, <laughs> などは入っていませんああなるほどね、はい、<laughs> 面白いですね、えー、てるてるこれはあれですかあの一般販売はされてるんですか一般販売されていますされてるんですでも、まあ、なかなかこれを、まあ、買ってえ普通聞くっていうのは結構こうシビアな気持ちになってしまいますね 劇が分かるといいんですけどでもあのそうですね劇が分かった方がいいと思いますね分かった方がいいですよね見た方は是非欲しくなるでしょうねその時の情景が映りますからそうですねこれはじゃあ今後また11月も含めていろいろありますので公演ある時には是非見ていただいてね テルテル楽団を覚えていただきたい音楽劇ということでね、はい、ちょっとあのまだ曲がたくさんありますので、はい、バックでかけながらですねお届けしていきたいなと思いますけどもね。 さあ、えー、お話をね伺ってきましたけども後半に入りましたが、はいまあ、まずあのーまあ、先ほどいろいろとね組踊りに関わる部分で柿さんそのものを伺いながらお話をしてきたわけなんですけども、うんまあ、新しいこう創作組踊りみたいなものもね、うんえー、作り上げてきて、えー、これからのその、はい、どうなんだろう沖縄のその芸能界 琉球芸能界舞踊芸能界舞踊界とかいう感じの、はい、あるいはまた組踊りとしてのその、うんえー、世界っていうものが、まあ、これまで時代とこう変わってきてる、うん、まあ今先ほどおっしゃってたように片倉、はい、くなに守られてきたものであったものに、うん、え創作とかいうものがこう加わってきて、うん、新しいまたある意味若い世代に受け入れる努力をね、うん、一生懸命やっぱ若手としてやっておられる、うん、ということなんですけども今からの時代ってどうなんだろう それは浸透していってる感はありますか。ええ、ね、ちょっとしね、<laughs> 厳しいからするかもしれませんけどね。<laughs> はいはい、どうでしょうかね。いないですよね。やっぱり。はい。ただ、僕自身も、まあ、先ほど話したように、まだ10年そこそこしかしていない。本当に、今から、まだ、まあ、勉強するべきところがいっぱいあるんですが。やはり。 僕たちはあの立ち方として舞台の上として一生懸命今から勉強していくところなんですが同時にですね同じ同世代の観客も一緒になってこの組踊りの良さ琉球芸能の良さとかそういったものをお互い確認しながら認識しながら一歩一歩ですね舞台上も客席も一緒にあのそういった祖先から頂い,いた大切の宝物なのでこういったものに見つめていけたら いいいいなとううふうにいつも思んですがあの要は今ねあの先ほども話されてました、うん、そういう,こう案内役としてこう舞台が始まる前にね、はい、そういう組み合わせの鑑賞の仕方みたいなものを教えてもらったりとかすると、うん、やっぱりそういう世代の方一人でも多く受け入れることができると、はい、もちろんね、うん これまでやってこなかったわけですか、はい、やってた人もいるかもしれないけれども、うん、あまり見えなかったので、うんはい、ある意味塚川さんなんかがこういう形でメディアを通してどんどんそういうことをね、うん、お伝えしていく新しい告知力っていうのが今、うん、まさに出てきたわけで、うん、まあ正直なところ私も今ねお話しされていて。はい 幾、まあ、度か組踊りを見ましたけれどもやっぱりこうちょっとあんまり身が分からんなっていうのがあったりするわけですよね。うんはい、でそんな中でご説明いいただいてこう、ね、舞台をぐるっと一周回るると場面が変わるんだよっていう、うん、その一言を今日初めてこの年で伺ってですよ、うん、あなるほどこの前のキナのエゴサマルトの組踊りはあ確かにこんな場面があったなと中国、うんはい、か,からぐるっと回ったら首里城になってるのがあったよと思い出しましたよ。<laughs> そういうことをやっぱり理解していくと、また私たちが伝えることができますよね、はい、新しい人に誰かにね一緒にいたときに、あれ今回ってきたから、理場になったんだよっていう、そういうので、ちょっと威張りながら教えてができと、はいはい、それがある意味ね、ねいい普及活動のきっかけになるのかなと。そういったまだ約束事とかそういったものでも全然あの知られていないところがいっぱいあるので。 まあもちろん舞台を組み踊りを楽しんでいただくための舞台にしたいんですが楽しんでいただく受け入れられるために直すのではなくてまずはそこを知ってもらうで守るところはしっかり守って古典の組み踊りはやっていくとで新しいのはに関してはまたあのできるだけ今まで足を運べなかった方々が。 ちょっっととさらっと簡単に見に来れるようにに、うんね、に見に来れるようにですねうそういった意味での新しいさ作品も出していけたらなという気持ちがありますから、うんうん、うね,もうね今本当にそういう脚本とか創作の方にも力を入れてきて、えー、本当に普及活動っていう部分もあると思いますが同じようなことをねあの北村三郎さんが、はい、あのー この番組にに、えー、ゲストに来ていただいたただもね、うん、やはり話をされてました、うん、これまではやっぱりご自身も含めてやっぱり舞台の上、うん、その何ですか原因をするという側の立場でいろいろ指導もしてきたんだという話をされて、はいま、今現在もそうなんですけども、ねうん、なんかこうグループを作られてますよね、はい、あそんで話をされてる中で、うん、お話ししてる時に彼の口から出てきたのは私たちは今から、あのー、今要はあの お客様作りをしないといけないいいとけ、うん、この劇を見て見る力を持ったお客さんをね、うんあのー、作らないといけないという話をされていました。うんはい、確かにその通りだなと。やっぱり、あのー、劇場とか行くとやっぱ年配の方が多く、うん、若い方がやっぱ少ないですよ。うん、我々の世代でも40代余り50とかいってもまだまだ少ない感がするわけですよね。うん、そ,うねそうすると北村さんがお話し,してたのは あと10年もすれば本当にもう芝居インジャーやりゃ売らないんだうという話をしておりましたそんな中で、えー、この加賀さん方がね、うん、やっぱりこういう若い方々をこの組み踊りの部分でとかまた逆にもっとね、うん、いろんな流部の部門でとかいう形でねいろいろ活動なされてる方も当然いらっしゃると思いますから、うんはい、そういう若い方々がどん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 こう今の今の時代に合った告知を、うん、メディアをどんどん使っていってね本当にもう 一週間に一回こっち来てからねピアリストがしましょうか。<laughs> <laughs> でもそれぐらい本当にやっていかないと、はい、北村さんおっしゃるように本当にもう十年になると本当にこう芝居いいんじゃおらんなるインドっていう,う、ね、組踊りいいんじゃおらんないインドっていうのが本当出てくるかもしれませんね。うん、今どうですか、か藤さんと同様にやっぱり同世代の方がやっぱり同じようなこう組踊りであれ流舞であれっていう、うん、やっぱこういうのはなんか若い人たちに。 もう見せていかないといけない教えていかないといけないって思ってる方々っていうのは結構いらっしゃるというのは、はい、今いますので同じやっぱり僕たちの同世代で,でねだいぶある意味恵まれてもいましてあのあ<ー>そういった今同世代でうん、うん、流会派を超えて一緒にやっていこうとするメンバーがあ、うん、あのだいぶ今育ってきているというか<ー>先生方に育てられてきているので、うん、もう本当に。 良い仲間たちとですねうん、うん、一緒にあの、まあ、客席の方も一緒になって、うん、でこの沖縄の伝統芸能を見ていこう、はい、見つめ直していこうという時期じゃないかなとまあでもひと頃よりはその琉球舞踊とか、うん、その琉球芸術の部分を、はい、その全国的に日本の中でも、うん、あるいは海外からでも着目される点ではこの時代にはいいタイミングかもしれませんよね。 うん、そこはもう前向きになりまして本当にいい時代に来ていると思っていますので。うんうん、と思いますよやっぱり、うん、あのやっぱりこれまでしっかりとその守ってきた先輩方がいるからこそできるものでそれが崩れていって衰退している段階ではもうどうしようもないですからね,ね、うん、そういうのは加賀さん方が好きじゃなかった 組踊りを勉強することによってはい、はい、ああなんだこれってすごいじゃんっていうふうな部分でしっかりとそれをね受け継ぐ土台ができて、はいうん、さらにこれからじゃあどうなんだっていう時に、うん、いや必要なものはやっぱり観客も必要なんだと、はいうんね、しっかりと理解できる人が、えー、見ていただくことでやっぱり組踊りっていうものがもっともっと、えー、親しまれてくるっていうのね、うん、大事だろうしいやこれは考えるとすごいですね。の、え、こ、ー、そういう組踊りの公演っていうのは結構あるんですか、はい 先ほどなんかですねあの,ねあのなんてなんかあの国立劇場で8月にあるとお話されてましたよね、はいはい、えっ、ー、とまあ先ほどお話しましたが<あ>親子のための組踊り鑑賞教室、はいうん、組踊りは二堂父打ち<度>これがですね8月の7日土曜日の2時、はい、2> お昼2時の公演ですね <laughs> 国立劇場あの今ちょっと手元にね実は私こうチラシをいただきましたけれどもね、はい、あの二度二堂 父、父、二、はいえー、人の子供、わらび、が敵を打つ。はい。敵討ちですね。はい、その組を取り、そのままですね。<laughs> というわけで、はい、で、僕、これ、あるのが、ちょっと面白かったのは、一つ見つけましたよ。はいはい、字幕表示がございますっていうのは。そうなんですよ。今、国立劇場、沖縄の方では、字幕が出るんです。<laughs> はい。だから、日本語で、字幕が出るんです。テレビじゃなくて。劇場。劇場で。どんな人、で出、出るんですか。なんか、表示が下にあるんですか。 行ってみてくださいます <laughs>。うまいなうまいなままじうまいなまずは行ってみてまずは行ってみると字幕<ー>用字だな,なのでまあうちなうちがわからない方でも楽しめるように工夫がされて今す,、えー、すごいなすごいさすが国立ですね、はい、そうですね <laughs> 金かかってるわーへえセリフが出るんだセリフが出るあの共通はいあの訳されていま日本語に訳されて出てきますのでね。 ぜひ足箱で見てくださいありがとうございますさそれ以外にも他にそれ以外にですね新作組織もまた新しい作品が8月に生まれます8月28、29日日ですね国立劇場沖縄ですね28日土曜日が6時半29日日曜日がお昼2時新作組織は花の幻花の幻 これも大城辰弘先生の作品、こう桐生先生の演出で行われます。うん、新しい組み踊りですね。これもね、これも字幕が出ます。<laughs> すごいね。え、これは、その新しい組み踊りというと。はい、例えば、あの、よく組み踊りというと、あの、まあ、今、先ほど。にもありましたが、こう、はい、なんか、武士みたいな格好、琉球のイメージがあるわけじゃない、うん、そういう格好ではないん。 えと新作にもいろいろあるんですけれども<ー>今回の「花の幻は」はい、沖縄戦を舞台としている作品になりますので、うん、まあそれなりの紛争をして出てくると思いますので意外とじゃあ組踊り新その創作組踊りとかになると結構現代的になってきてるんですねそうですね、うん、まあそういった演出がされてきています。うん、なるほどあ、はい、あと一つあと一一つつこれははですね、はい ちょっと読みたいに関わるので、はい、ちょっと後半で後半じゃなくて、はい、あとシーマー犬ですね。はい、あとちょっとなんでせっかくもったいないですからこれちょっと長く話したいですね。長く話しますか。はい。長くってもそうそう長く話します。アーティスティアリオス。まあ今のね、えー、ニドゥティティチウチ。 二度 <laughs> ティチウチあ二度 <laughs> あ難しいこれ八月七日国立劇場沖縄大劇場で行われますのでね、はい、親子のための組踊り鑑賞教室もあるということで加賀三智子さんが案内役をね進、はい、めるということですから、えー、ぜひ足を運んでいただきたいと思います、はい、お願いよろしくお願いいたしますさあお送りしていきますユンタンジャーテーマンですよも最終コーナー入ります四十五コマシャルです。 お送りしております、ゆんたんじゃではんですよ、今日のゲストは若手舞踊家。ねえ、かっこいいですね。はい。えー、かかずみちい子さん、お招きしてお話を伺っております。まくろさん。はい。まあ、いろいろとこう、今ね、え十、ー、時から番組をスタートして初めて。まあ、こうやって深く、まあ、今までご挨拶ぐらいはね。そうですね。すけども、で、<laughs> こ,こう。かく話すのはなかなかないわけなんですけども、一、うん、時間もですね。えー、でも、組踊りのことがなんとなくですね。私もわかるようになってきましたし。 都内もででででししたたね先ほど聞きましたがが <laughs> かねる中中 <laughs> 中曽曽根根さん若町で出演すす予定がありそううのの <laughs> いやでもね懐かしかったですよ。高校のの時にねこう覚えたものが、はい、今こうやって 言葉にしてて出るっていうのがでも嬉しいですね僕たちやってる方からしたらそういった高校生が今も一人でも二人でも <laughs> いるかないますかねいるかな、はい、まあもうだってもう二十何年前ですよです、ね。でも高校時代に、うん、あの習ったもの見たものがそういうふうにちょっと頭に残っているというのはやっていても励みになりますね。なるほどねでもあののの出身が練りっていうのはその、うん あれそのもの自体はその沖縄のものだけではないんですよね。内地のたくさん,あるんで,す、ね、ですよね。内地のあの道場寺ものおの、うん、など歌舞伎などもありますけど。道場寺ものをまた元にして、うん、で沖縄でいうまああの中古スク町という美少年を持ち出したりうそういう,ふうにこう何ですか物語を沖縄に変えたりとかしてやっていくんですね。まあでも本当にあのー、この 組踊りっていうこの言葉だけでちょっとえ組踊りだったらいいよって思ったりするかもしれませんけどでも意外と最近の組踊りっていうのは先ほどおっしゃったように創作であったりとかまたこう分かりやすくちょっとテンポアップにしたりとか音楽をねいろいろ変えたりとかアレンジしたり加賀さんの方が演出をねなさるっていう話も聞きまして具体的にちょっとこういうところこう書いたんですよっていうのがちょっと一つぐらいありましたらなんか一例で。 一例ですかこういうところ若い人たちに受け入れられたんですよみたいな今ですねまあ僕に限らずいろんな方々演出されているんですけどもやっぱり組踊り様式的なものなので新作の場合ですと少しリアルな演技を用いるとかまた音楽の方ですね沖縄の音楽のみに限らずいろんな曲を取り入れてみるとかなるほどねそういったですね親しみやすい 音楽にすするとかるそういいったのもされています、ね、あ,あんまりも最近はじゃあし僕たちも本当にまだ勉強中で試行錯誤なんですよね。<laughs> ああ実際取り入れていいのかどうか。いいかで入れてあ、まあ、お叱り受ける時もありますしそれはまあそれであの勉強してですね, <laughs> ね次につなげていく、うん、本当にその繰り返しなのでお客さん一番でもお客さんからの,、うん、あの意見が。 一番ののの僕たちの勉強になりますので、ねうん、でもそういうふうにね新作創作などをね、うん、こう作り続けながら新しい演出を加えながらももうきぜとしてやっぱりしっかりとね受け継いでいくものは受け継いでいこう,う、ね、っていうねや<は>りことは本当に先生方からお習いした古典の国枝、うん、というものはしっかりですね、うん 一番の基礎になりますし<や>これを一番残したいためにやってるものそうですよねこういうのがそ,そ,それはそうだでもねあのー、ぜひ、えー、ラジオ聞いてる皆さん方インターネットでご覧の皆さん方もねあのー、本当にこう組踊り私もですねさっきお話し,しましたけど全くそのまあいいや組踊りはって落ち帰った方がいいなと思うぐらいの気持ちで本当にきなの、えー、この組踊りね、えー 胡桜丸を見に行きましたら本当に最後までもう片付けのところまで私行ってね、うん、感動しましたんで、えー、そういう機会をまずまずは挑戦して一歩足を踏み入れていくで最近ではそういうね分かりやすい説明もあるということも伺いましたからぜひね足を運んでみてはいかがかなと思います親子での、えー、組踊り鑑賞教室などもね <laughs> 高川さんのご案内役で8月7日国立劇場沖縄の方で開催されますのでぜひ、ね、足を運んでいただければなと思ったりもいたします。そしてあの先ほどいろいろありましたけど一、はい、つだけ読谷村のおやし豆腐の一力職員さんがなんかスポンサーになった主体になったものがあるということで、うん、そうなんですよね、はい、えっとこれは、まあ、ご当地読谷村赤いんこを舞台化。 した芝居琉球銀融詩人赤いンコがゆくという作品が9月の20日敬老の日ですね6時半から宜野湾市民会館大ホールで上演されますあこれは弓ちゃんおとー俺だったらよかったのにねここでやるべきですけどねやるべきだここだと思ってたんです弓ちゃんあねまだ近いですからねえぜひねこれ 赤由美さんのねあのソビこれはあのー、何ですかこのし「赤いんこのしし主人公」っていうのは与那見武夫先生が脚本、うん、作品、ええええ、曲をして、えー、北村三郎先生が先お話しました北村演ということでやっておりますが、えー、まあ、はい、フィクションではあるんですけれども、うんまあ、赤いんこの物語赤いんこの障害をテーマに。うん 作品化したうちな芝居です。これは組尾鳥とは違うんです。組尾鳥ではないですね。芝居はうちな芝居ですね。はい。これは加賀さん出る。あ、名前書かれてるんですか。加賀つみち。加賀つみち彦。なんと赤いんこなんです。本当ですか。赤いんこ役で。赤いんこ役。はあ、すごい。三味線も弾けるんですか。三味線はそんなことでヤバなキスもするなよって感じですよね。見てのお楽しみ。でへえ。 赤いんくん、え、すごいねなるほど、かとし三振の始まり昔はじまやインクうつ、なんていうかこれインクうつインクに上がりがインクに上がりが神のみさく神のみさく、はい、へこれあの山内まさらさんの歌は赤インク歌いんこって歌がありましてねはいはいよく最近流しておりましたけれども、ねうん、あーなるほどね、まあ、他にもですね、北村三郎はじめ、うん、中峰真栄

これは芝居ねご覧になっていただければと思いますのでよろしくお願いしたいと思います。というわけでお送りしてきました「炭酸茶出番」ですが今日はですね本当に豪華ゲストなかなかお会いできる方ではないもんですからね今日は嬉しい限りでございますけれどもぜひ最後にラジオを聴いてる皆さん方にネットをご覧の皆さん方にカメラに向かって一言よろしくお願いします。 本当にありがとうございました。<laughs> あのまあ、僕たちもまだまだ今から勉強して沖縄の芸能をですねあの深く深く勉強して見つめていきたいと思いますので皆さんもご一緒に舞台あるときはですねぜひあの足を運んでいただいて、はい、一緒になって、えー、沖縄の伝統芸能を楽しんでいきたいと思います。うん、はいこれからもよろしくお願いします。うん、ありがとうございます。いますはい、えー、今日のゲストはですね。 十一時の私とマイも FM 読みたいなのですね時報ね <laughs> プルプルってびっちりっていってる <laughs>、えー、かかずみちいこさん <laughs> どんな紹介かというか舞踊家のね、えー、かかずみちいこさんでした今日どうもありがとうございました <laughs> はいありがとうございました、はい、お送りしてきましたゆんたんちゃって番ですよ今日はですねかかずさん最高ですね、えー、なんかこういうえー 組踊り舞踊とかに関わってる方と初めてお話をしましたけどねやっぱりこう背筋がピシッとして声が通るしですね、えー、なんかこう喋り方はやっぱりこう落ち着いて今も舞台の上で話してるんじゃないのかなというそんな錯覚をするぐらいこう一言一言を丹念にですね、えー、もうセリフのごとく喋ってるのかなと思ったりもするわけなんですけどもね、えー、今度は。 番組に来た時はちょっとプライベートのことをしっかりと聞いていきたいなと思いますのでねまた楽しみにしてくださいそれでは今日はこの辺で失礼しますまたあそこの時間にお耳にかかりましょうさよなら